正常会院、正常会院、小常家院は、京都市上京区にある浄土宗の寺院。浄土宗七大本山の一つであり、同宗の京都市下本山、他に、地温院、地温寺、今海光明寺の一つである。古障は、陰号のみで、三号、二号はない。寺伝によれば、平安時代に、聖和天皇の直眼により、縁人が回帰したとされる。 後年承認五5礼二十三番である。二千十二年現在の保守は、大正大学名誉教授の間の流会。正常会議仕様によれば、上岸二年、八百六十年、縁人、自覚大使が、聖和天皇の直岸により、宮中に混流した、仏殿、金利内道場として発足し、当初は、縁、北家ケ密教、清浄土会。 戒律の創建学の寺院であったという。後白河天皇、後鳥羽天皇、高倉天皇の三天皇に受戒した浄土衆祖、法然がその功績により、当院を下死され、以後浄土衆寺院となったと伝える。このため縁人を改宗解散、法然を改宗解散として仰いでいる。ただし、宮中における創建については、日本三大実録、日本紀略になく、 法然が当院を犯しされた旨も法然殿には見えない。皇室の経やつく当初より現在まで御所の近くにあり続けたため、都以外に画乱を構えたことがないことから、三号がないとされている。正常会員の存在が資料によって裏付けられるのは鎌倉時代以降であり、鎌倉時代末期の講和証券、是心とも1265年から1336年、 が事実上の回帰である。向谷は、県元2年、1302年兄弟し、千空より三条五門高倉、現、中京区お池高倉御所八幡田付近の先州院、先州年仏院を、がらンや本尊ごと譲り受け、後に、清会員と解消したことが、同年3月1日付の文書から確認できる。近世以前の資料中では、清会員あるいは、 清ヨバナインと記述されることが多く、これが本来の因名だったと推定される。少なくとも、現行三年頃には、清会シという名称を用いるようになっているが、この清会院が自伝通り方言が賜った金利内道場の後ろ身であるのか、向谷が自身が創建したものなのかは、議論が分かれている。向谷ははじめ三井寺にて出家したが名声を糸入れ朝空の下で、 浄土門に返し、かな方後三部加盟賞を表すなどして、不況に励み、死の笹らと共に、鎮税派の京都祭定着に、大いに貢献した人物である。亀山天皇王子、常明親王や三条未獣など、危険の家を集めた向かい屋の活躍により、正常会員は、丹波国家や越前国にした二章などの所領を持っていた、ことがわかっている。また仮覧も、 京都の中心地に構えられていることから、当時より、それなりの勢力を持つ寺院であったことが伺える。その後、正常会院は14世紀中頃に、土見門室町、現、京都市上京区元城会院町付近に移転する。この移転は三条坊門殿に住んでいた、足利忠義が、略王2年に、自物道的な寺院として、当寺院建立、邸宅に隣接していた。 正常会の敷地を摂取したためと考えられている。ただし、当時因はには、土見門室町の地に移転を果たしていたことが分かっている。移転先は、秋吉門院が、世羅神道に譲った御所、土見門殿跡と伝えられている。マスカガミに、小喜び門院の土見門室町にありシーンが、この頃は寺になりてという記事が見え、この寺は、 清会員のことを指すと考えられている。いずれにしろ、清城会員は、室町時代を通して、経のメインストリートであった室町通りに面して、経営を営み、土見門東道院殿や室町代にほど近い政治と文化の中心地に画覧を構えた。こうした立地も幸いして、室町時代には、皇室や公家はもちろん、幕府や武家の帰営を受けるようになり、特に、 昭光天皇と足利義則より厚い経営を受けた物理図、絵昭国史と広氏は、鎮税派浄土周発の海と志亡の直居を得ている。これは、東広氏の昭光天皇の臨終前知識を務めた、功績と正常会員が伝える、炎鈍海脈と鎮税派方脈が正当として評価されたことによる。さらに東広氏は、義則の将軍就任以前からの地記であったことにも、 由来すると考えられている。この辺りの事情は、段落ちの一人で当広氏と親しい関係にあった、までの工事と寄付による縦打内記に詳しい。一党、広氏の活躍によりこの頃の正常会員は流星の絶頂を迎えており、鎮税一流の本山とも称された。当時の公家の日記や書資料には、まさに浄土宗鎮税派の筆頭人員として振る舞う、正常会員の様が記されている。 当時の京都における浄土宗は幕府が帰依した禅宗等に比べれば小さな勢力であり、また浄土宗内でも当時西山派に連なっていたロザンデラや二村院が危険の帰依を集め大きな勢力をもっちっていた。そのため朝廷や幕府による庇護を受けて本山の格式を有した鎮税派人は正常会の他にはなかったのである。しかし、 王人の乱が勃発すると初戦にて、室町大工房のため戦火に包まれ旅重なる戦により荒廃し、以後長京元年、千四百八十七年まで佳乱を再建できなかった。しかしこの頃は未だ多山の海山大や将軍廃画には、当院の仲介と堂々が必要とされていたし、また十六世紀に遡る落中落外図、歴博広本、上杉本、東博模本にも、 当院の画欄が描かれており、一定の権威と寺勢を保っていたことが伺える。しかし、戦国時代の混乱の中で、朝廷や幕府の権威が失墜し、職法政権、徳川幕府と政権が移り変わっていくにつれて、かつての繁栄は失われていくことになる。天正年間、豊臣秀吉の京都都市計画により、現在地へ移転。この頃正常会院は、 松地統制に苦慮し、特に正常会員にて活躍後にシンクロ谷へ、転住した道山の離反の影響は大きく、この時期に寺勢は著しく衰えたとされる。一方、そんな正常会員の推理とは、対照的に地温寺や地温院が本山としての寺勢を整えていくこととなった。江戸時代に入って、以後も大本山としての権威は保たれることになった、ものの、 幕府の朝廷統制が厳しくなる中で皇室との公的な関係は立たれていくこととなり、氏直居も徳川幕府の機えを得て総本山となった地方院の仲介が必要となり、直命により新参してきた十字職も第命直居、幕府が明治朝廷が許すという形を取るようになっていった。しかしながら、巫女。 王女の墓が数多く営まれるなど皇室との関係は続き、皇室系の寺院として権威を保ち続けた。これは天皇の巫女が創生すると母方の実家の母大寺に葬られる習慣があったたで、当院の檀家には、公家が多く、檀家出身の娘たちが産んだ巫女たちの墓がここに営まれたことによる。天皇の母となった檀家の高志法門院や改名門院の墓も、 当院の境内に営まれている。高市訪問院の子、文人親王は、時和偶を相続して、京国偶を名乗り、以後正常会員は、京国宮家京急とは、親しい関係を持った。当院と次第関係を持った公家には、までの工寺や、山品や、東園や、姉が工寺や、関戸寺家、松見、中見角地、佐賀、大木町三条地、堤屋、山本や、 下霊勢や六角化、坊城や西木織や玉松屋等がある。地下家や三宅の初代部、下市、地下役人の段下も多かった。仮覧は、漢文記の火災や、放映の大火、天明の大火などで消失、類称しているが、その都度御所の要材を下げ渡される形をとって再建されている。そのため御所の格式と同様の建築物を誇った。 また御所に近いことから、しばしば上落する、幕府要人や、大名の宿所となり、教皇記には、徳川義宗に献上されるため、ベトナムから渡来した像の宿所にもなっている。将軍上落警護や、治安維持のために、諸藩の藩士が多数上落した幕末には、御所警備を担当した日国熊本藩やは徳島藩、薩摩藩、藩津藩などの藩士の宿所となった。特に、 アイズ藩は藩主、松平片盛が半年ほど投入した。明治期に入ると、明治初年まで、母親戦争の薩摩藩の陣所の一つになったほか、廃物希釈や浄土衆内の混乱、そして失火でガランを消失するなど災難が続いたが、明治44年の法年承認700年代延期には、ガランを再興、現在に至っている。皇室のにより、 皇室の門章、菊家門を許されてきたが、明治以降は皇室の権威に遠慮して菊家に歯をかけた洋菊門を寺門としている。現在も皇室遺書寺院として天皇の京都御所観光、慶の際には、当院保守も御所へお出迎えに出るのが慣例となっている。内話何代目かを記す、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。